雨が降り続いていますが会場には多くの労働者が集まっています福岡市中央区の舞鶴公園では降りしきる雨の中およそ2200人の労働者が集まりました新型コロナの影響でおととしからオンラインでの開催が続いていましたが93回目の今年は3年ぶりに対面で実施されました式典では連合福岡の藤田敬三会長が 働くことの意義や団結し、連帯することの大切さを共有する場としていきたいと挨拶しました。また、ロシアによるウクライナ侵攻について、平和と秩序を武力によって破壊する暴挙を感じて許してはならないとするメッセージを盛り込んだ命令宣言を採択しました。